ソロパートは後作。大前さん、部長、アスカは？あ、アスカ先輩なら多分戻ったんだと思います。そっか、ありがとう。こりゃ一人でやるしかねえぞ、ハルカ。はい、もう少ししたら先生が来ると思うけど、その前にみんなに話があります。思った。ひとみさん聞いて。最近先生について根も葉もない噂をあちこちで聞きます。そのせいで集中力が切れてる。コンクール前なのに、このままじゃ金はおろか銀だって怪しいと私は思ってます。一部の生徒と知り合いだったからといってオーディションに不正があったことにはなりません。それでも不満があるなら裏でこそこそ話さず、ここで手を挙げてください。私が先生に伝えます。オーディションに不満がある人。はい。先生。そこで時間を取って、希望者には再オーディションを行いたいと考えています。本番はここよりさらに大きなホールです。これで驚いていたら飲まれてしまいますよ。そっか、加藤と私は出ないでしょ。でも今後のこともありますし。楽器来ました。手の空いてる人は手伝ってください。はい。香織、緊張してる？いいよ、来なくて。部長でしょ。まあ顔だけね。なんか結婚式前の花嫁みたい。それで何？部長じゃなく3年間一緒にやってきた仲間として言っとこうかと思って。納得できるといいね。うん。それとアスカは来ません。わかってる。ねえ、前から聞こうと思ってたんだけど、どうしてアスカなの？どうしてそんなにこだわるのかなって。どうしてだろう、よくわからないけど、アスカを驚かせたい。アスカが思ってる私の一歩のかな。めんどくさいね。めんどくさいね、本当に。では、両者が吹き終わった後。はい。あなたがソロです。そして次の曲が始まるのです。はい。あなたがソロです。久美子ちゃん、ここです。はい、そこまで。では158小節目から。UFO、 162から一人ずつ聞かせてもらえますか。大前さんから。本番までにできるようになりますか。はい。本番でできないということは全員に迷惑をかけるということになりますよ。もう一度聞きます。できますか。ではその次から全員で。コンクールまでいよいよあと10日です。各自課題にしっかり取り組んで練習に臨んでください。はい。テナー、バリトン、UFO、ここ重要です。はい。7小節前からもう一度。ここのバリトン、もっとクリアに。はい。スネアはロール頭にアクセント。トロンボーン、塚本くん。はい。今のを常に吹けるように。